では続いてまいります。8人目の方は、古市義雄さんです。10分間のタイトルは使命に生きるです。それでは古市さん、よろしくお願いいたします。どうぞ皆様拍手でお迎えください。皆さん、皆さんこんにちは。ちょっと今アンディさんの音で非常にやりづらいと思います。僕は全身の 41% に大やけどを負って、一度はどん底から、そして今は這い上がり、今日本一幸せな男、古市義雄と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。今日衣装をいろいろ考えまして、本当は蝶ネクタイ、青いやつ持ってきたんですね、キラキラのやつ。でもアンディさんを見て、アンディさんの方が大きかったんです。だから今日はつけるのをやめました。内容で勝負したいと思ってですね、今日は行かせていただきたいと思います。今日皆さんちょっと質問があるんですね。今日皆さん僕の講演で笑いたいでしょうか、それとも感動したいでしょうか、それとももう帰りたいでしょうか。帰らないでくださいね。あと10分ぐらいですからね。はい、何もないので感動の話をしたいと思います。16歳まで僕は健康で、そしてやんちゃで、そしてジャニーズ系のいい男だったんですね。モテモテでした。唯一ここ笑う男なんで、ここでしか笑う唯一ここだけなんですね。お願いします。そんな僕が当たり前の一日の中で交通事故を起こしてしまいます。当時お付き合いをしていた彼女に会いに行きました。そして別れ際に僕はこう言ったんです。また明日会おうな。そしてその帰り道、交通事故は起こりました。同じまた明日は来ませんでした。バイクの運転を誤って車と接触、バイクが燃え上がり、僕は炎に包まれてしまいました。火だるまになりました。そして自分の自慢の外観を失ってしまいました。救急病院に運ばれて1年8ヶ月の地獄の入院生活が始まりました。全身の4割を火傷して、痛み、苦しみ、絶望が僕を襲いました。治療中にガーゼを交換するとき、自分の手を見てしまいました。嘘だろ、これが人間の手か。僕はあまりの恐ろしさに看護師さんに聞いたんです。この手は元に戻る、元に戻るよね。何黙ってんだよ、戻るって言ってよ。嘘だろ、嘘だろ。こんな姿では生きていけない、殺せ、誰か俺のことを殺してくれ。そんな絶望の中、僕のお母さんは毎日見舞いに来てくれました。怒鳴り散らしたり当たり散らしたり、でもうちの母さんは全てを受け止め、毎日毎日僕のそばにいてくれました。僕の最大の味方は母さんだったんです。ダメな息子だった、迷惑たくさんかけた、でもね、ありがとう母さん。そんな僕が今は日本で一番幸せだって言える男になったんです。人生は奇跡が起こるんです。絶対無理だと思っていたことが、人生は起こってしまうんです。その乗り越えた方法を皆さんに今日は教えません。もったいないです。嘘です、教えます。人は出会うことで人生が変わります。出会いが素晴らしいのはなぜか、それは
自分と違う価値観と出会うからです。出会いは今までのちっぽけな価値観を壊してくれるんです。僕は33回の手術をして退院をしました。表に出てさらなる絶望が僕を待ってました。人の冷たい視線でした。電車に乗ればじろじろ見る大人たち、ひそひそ話をする高校生、なんて冷たいんだ。悔しかった。こんな社会では生きていけない、本気でそう思いました。そんな時、僕は和樹玲子さんというあざややけどの跡をメイクでカバーする人に出会いました。そして和樹さんは僕に言いました。古市君、あなた講演してみないって。僕は絶対無理、そう心が叫んでました。でも和樹さんの言ってくれることに対して断りたくないって思って、勇気を振り絞って人の前に出ました。自分の人生をさらけ出し続けました。すると不思議なことが起こってきました。僕にたくさんの感想が寄せられました。古市さんは今のままで十分素敵ですよ。古市さんに生きてることの素晴らしさを教えてもらいました。古市さん、今の方が私好きですよ。嘘だろ、今の方が好き、頭おかしいんじゃないの。僕の価値観をどんどん壊してくれたんです。そしてその後本を出して、読者の方から何百通もの手紙が来ました。その手紙の内容は自分の人生、壮絶な人生を綴ったものでした。消えたい、死にたい、そんな方がたくさんいたんです。僕はその人たちに会いたいと思って会っていったんです。衝撃的な出会いでした。なぜか僕の目の前に現れた人は普通の人だったからです。何人も会ってきました。何人会ってもみんな普通の人だったんです。見た目が、手紙の内容と釣り合わなかったんです。そうなのか、人は今にでも消えたいと思っていてもこうして普通に人と接することができるのかって衝撃を受けたんです。僕はその人たちを見て、この人たち幸せそうだろうなって、幸せだろうなって思ってなかっただろうかって、自分だけが不幸だって思ってなかっただろうかって思ったんです。僕は人を見た目で判断していた、差別をしていたのは僕の方だったんだって気づかされました。そしてその人たちが僕の存在を知って生きることを選んでくれた、勇気を持ってくれた。だったら僕はどんどんそのことを伝えていこう、自分がただ一生懸命頑張って諦めずにやってきたこと、それを伝えていこうって思ったんです。それが誰かの役に立つなら、生きていることは当たり前じゃありません。今日と同じ明日を迎えられたら、それは奇跡です。当たり前はありがたいことなんです。そして今僕は本当に幸せです。なぜなら生きてるからです。そして僕のことを認めてくれるたくさんの仲間や家族がいるからです。認めてもらうことの大切さを僕は知りました。だからそのことを伝えていきたいんです。そして伝えたいんです。大切な人を認めてあげてください。褒めてあげてください。君の存在は宝物だよって、君の命は私に必要だよって伝えてあげてください。最後に、人に与えられた使命とは何でしょうか。それは目の前の人を認め喜ばせてあげることです。そして誰もができる人を認めてあげること、それは皆さんが笑顔で人に接することです。その笑顔で誰かの心が救われていきます。今日からぜひ実践をしてみてほしいと思います。今日は僕の話を聞いていただき本当にありがとうございます。ここに立てたこと心から感謝をしております。どん底から這い上がって日本一
幸せな男になれた古市芳生と申しました。どうもありがとうございました。さあ、それではお待たせいたしました、グランプリの発表です。エントリーナンバー8番、使命に生きる古市芳生さんです。おめでとうございます。そして昨年グランプリの山崎さんから優勝賞金100万円です。すごい応援なんですね。はい、本当に嬉しいです。先ほどトイレ行ってきて最後のガッツポーズの練習をしてきました。準グランプリでもやるかどうか迷いました。でもイメージして、絶対自分だってイメージして今日まで向かってきました。とても大変でした。10分の公演ってこんな難しいんだって、自分の伝えたい思いをまとめることはこんな大変なんだって改めて勉強になりました。本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、おめでとうございます。すごいですね、この女性ファンが。本当に思いは伝わりますね。